こんにちは。どうも。これなんだけど、まあ、1週間ぐらい前からかな、ペヤングの新商品の極激辛ファイナルってやつ、まあ、これがね、なんか、YouTuber 界隈で結構話題になってて、で、なんか YouTuber がね、また、いつものね、例のごとくね、なんか、辛いとかね、なんか、オーバーリアクションとかやってさ、なんか再生回数稼いでるらしいのよ。なんか、はじめ社長とかがさ。で、まあ、早速ね、まあ、買ってみたんだけれど、まあ、激辛王のね、私からしてみればね、どうせこんなの大したことないっすよ。だって、今まで食べてきたさ、極激辛とかあったけどさ、全然楽勝だったんだよね。で、まあ、早速ね、これね、もう、湯切りまでしてきましたんで、まあ結構他の YouTuber とか見るとさ、なんか開封するところからやってるじゃない。あんなもう時間の無駄なんで、もう早速ね、湯切りしてきてね、もう火薬もぶち込んできましたんでね、早速食べていきたいと思います。で、これね、こういう感じでいつもね、このキャベツが張り付いてるんでね、もうこれちゃんとね、綺麗に落としやすんでね、これ。もったいないからね、これね、残すと。でだ。で、まあ、早速これ、極激辛ファイナルソース。これね、証拠としてね、これ。ね、未開封だから。まあこれ全部ぶち込みますんでね、これ。どうせこれ大したことねえよ、こんなのも。いつものごとくも。またこのね、いつもさ、YouTuber がオーバーリアクションで、辛いとかさ、やってるんだけど、まあ僕も一発の役者なんで、まあそういう演技とかやってやろうかなとか思ったんだけれど、まあ、どうせ大したことないからもう、まあ、普通に美味しいペヤングなんじゃないのこれ。もうこれ、匂いからして楽勝だよ、これ。全然、辛そうな匂いしないもん、ほら、これ。しかもさ、なんかこれ、麺に対してさ、これ、ソースの量少なくね、これ。なんか全然絡まないしさ、これ。こんなんで本当にこれ、極激辛ファイナルとかさ、これ、ちょっと楽勝すぎて、なんか、悲しい結末になっちゃいそうなんだけど、逆に。まあ、こんな感じで。まあ、とりあえず、こうやって、ね、麺にね、ソース絡ませましたんで、ね、こんな感じでね、もう全部ソースぶち込みましたんでね、これね。じゃあね、早速ね、いただきましょうかね、これ。まあ、どうせこんな大したことねえよ、もう。もう散々食ってきたからよ、こんなの。どうせ大したことねえだろ、これ。よし。じゃあ、いただきます。何これ。これ、普通のペヤングと変わんないじゃん、これ。なんか、ごめん、俺。ごめん、俺。他の YouTuber の動画見てなかったから悪いけど、これ。多分これ余裕で食べてたんじゃないのか。体に悪いよ、これ。これ体に悪い。変えるからまた後で。はい、どうもみきるです。今回なんですけれど、みんなこれ知ってる？これ、
あの極撃からファイナル、これさ、あの前あの三木谷先生とかさ、あとあれよ、はじめ社長とかが食べてて、あのこれでさ、これで途中でさ、ね、食べない時、これね、美味しくね、また作り直す方法ね、私ね、あのみきるがね、これ教えますんで、これどうしてもね、この食べ残しちゃったの、これをね、ワンチャンもう一回ね、美味しくね、美味しくする方法、これもうこれ俺に立ってるね、本当にマジでね、あのプチバブルやから、これマジで、これワンチャン、これマジでうまくなるから。でまずね、用意するのはね、これ、ペヤング、焼きペヤングメーカー、これをね、まずね買ってきてください。はい、あとはね、これ用意するのはね、こちら、ザル、はい、これでね、まずね、まず何をするかっていうとね、これ、はい、じゃあもう始めるよ、これもう今からね、これお料理動画だから、これを、ペヤングをね、まずこれボウル、ザルの中にね、全部ね、打ち込みやーすと、打ち込んで、これ洗うの、これ、これはじめ社長さ、洗ってたけどさ、あれ全然あの洗い方が足りないから、これ多分ね、しっかりもうジャブジャブ洗わないと辛さがね、取れないと思うのよ、これ、ね、もう徹底的に洗うべし、時間かけて徹底的に洗わないとね、絶対。お、これ赤い、これがまた辛いんだろうね。もう徹底的にね、これは洗うから、これもう時間かけてひたすら洗うから、全部食べるのがね、これ大事だから、あの YouTuber ね、食べ残すとね、あの炎上しちゃうからね。鼻うっ洗ってるだけで辛いよ、これマジでありえないから、これマジで。食えるやついんのかな、これ。もういたらマジで、これプチバブルやから、これマジで、これワンチャン、あの食えるやついたとしても、マジこれ食えるやついたら、マジでプチバブルよ、これマジで。もうありえんから、これマジで。ということでね、鼻が洗ってるだけで鼻が痛くなるよ、これマジで。やっぱりこれはじめ社長の動画先に見といてよかったわ、これ洗っても辛いって言ってたからさ、もう相当これ麺がさ、これはもうこれ完全に白くなるまでね、時間かけてひたすら洗うから、これマジでひたすら洗うぞ、これ洗って、で洗ってね、そのまま食べてもね、多分ね美味しくないからね、やっぱ水気がさ増えてふやけちゃうから、もうしっかりこうペヤングメーカーでね焼くから、しっかり洗うぞ、これ美味しい焼きそば作るから、これみきるの絶品極撃から作るから。多分これでほんのり辛みが残ってるぐらいだと、辛口ペヤングになってね、美味しいから。これもう麺にね、これ辛さが染み込んでるから、もう俺は徹底的に洗うぞ、これマジで。まずワンチャン美味しいペヤング作るから、マジで。ああバツラ洗うまくる。それでだ、その間にこの焼きペヤングメーカーの準備しとかないといけないな、これ大丈夫かな、これ。はい、よししばらく水に浸しといた方がいいのかな、これ。よし、じゃあね、時間かけてね洗いますんでね、また後で。はい、どうもみきるです。あれからね、時間かけてね、しっかり洗い出したんでね、これこんな感じでございます。これでね、これ麺食べてみるとね、ちょっと辛いぐらいやね。うん、これでいいや。これだったらね、はじめ社長の二の舞にはなんないから。で、こちらのね焼きペヤングメーカーにね
乗せて焼きやすと。OK。キャベツもね、全部中に入れて。結構麺がね、ふやけちゃったから、時間かけてね、水気を飛ばしながらね、焼かないといけないですからね、これね。OK。もう焼きが来てるぞ。だいぶふやけちゃったな、これ。相当洗ったからな。水気を飛ばしてね、ちょうどいい柔らかさにするのが大事だからね、これ。ここはもう見切るの、ね、腕の見せどころでございますんで、これでね、でこれ、香味焼きそばソースでございますよ、これね。はい。じゃあこれワンチャンね、これ、美味しいね、焼きそばを作るためにね、マジで俺の中では一番古いやから、これ、まず。あ、なんか辛い、いい匂いがしてきたぞ、これ、感じで。あ、辛い。匂いが辛いわ、これ、マジで。もうちょっとソース足した方がいいかな。マジでこれ美味しい焼きそばできちゃうんじゃないの、これマジで。これワンチャンこれ美味しい焼きそばになっちゃう、これやばいんじゃない、これ逆に美味しすぎて。まだまだこれなんかかなりこれふやけてんな、これちょっと時間かけて焼く必要ありそうだな。水気を抜かないといけないからね、これね。時間かけて焼きますわ、これ。ちょっと退屈になっちゃうけど、せっかくやからね、これ美味しい焼きそば作りたいですね、これね。あんまね、あの辛い焼きそばね、マジであの体に良くないから、体調悪くないから、あるよ、無理しない方がいいですよ、これ。本当に YouTuber の皆さん、だいぶ膨らんで量が増えちゃったな、これ。もっともっと水気を抜かないと。ふにゃふにゃだ。よし、いいかな、これでいいでしょ。じゃあこれを皿に移して、じゃあね、向こうで食べますんでね。はい、どうも。はい、お待たせしました。みきるのね、極激辛ファイナル焼きそばね、完成いたしましたんでね。じゃあ早速試食していきたいと思います。はい、もう本当にね、あんまり辛いの食べるとね、体に悪いからね。じゃあこの美味しいほんのり辛口焼きそば、いただきます。うん、あー、これでもね、結構辛いわ、これ。あんなに洗ったのにね、まだ辛いんでね、これワンチャン、美味しい焼きそばになるかなと思ったんだけどね、これでもまだ結構辛いね、これ。
これでもまあこれでエンドぐらいかな、これ。これでエンドかエンドの手前ぐらいの辛さかな、これ。なんでね、うん、うえ、結構辛いな、これ。きついな、これ。ということでね、今回ね、私、ミシルが学んだのは、極激辛ファイナルを、食べ直すときは、しっかり洗うこと大事だから。中途半端に洗ってもね、まだまだ辛いから、徹底的に洗って、そうするとめちゃくちゃ水でふやけるから、それをね、鉄板でまた焼き直す。で、水気だいぶ飛んだんだけど、まだね、これもうふにゃふにゃだよ、これ。ふにゃふにゃなのはしょうがないな。あ、これも結構辛いわ。はじめ社長の気持ちがわかるわ、これ。洗っても辛い。あ、でもまあ、これならなんとか普通に食えるぐらい。ということで、ミキル極激辛ファイナルペヤング、完食いたしました。ということで、ありがとうございました。